ヨーゼフ・ヨアヒ・ムラフは、スイスを呼び、ドイツの作曲家、ピアニスト。フランクフルトのハウトフレードハフにある墓、ゲベン・ディ298チュリヒコハンの小さな町ラッヘインで生まれた。学校の教師をしながら、日曜コンサートなどに出演していたが、1845年、バーゼルにやってきたリストのコンサートを聞き、そのままリストの演奏旅行について、ドイツへ行く。 ドイツでは、メンデルスゾーンや、生涯の友となった、ハンス・フォンビューロー等と知り合うが、一時スイスへ戻る。1849年、ラフは、バイマルのリストの助手として、雇われドイツに移った。リストの少なからぬ作品のオーケストレーションを、手掛けるなどしてその力量を証明したラフは、1851年に過激、歌劇。 アルフレートを完成させて、ワイマールで発表する。しかし、この作品は一定の評価を得るも、成功とまでは言えない程度だった。1856年に、リストの元から独立し、ビースバーデンに移ったラフは、1857年に、ピアノと還元楽のための、春への昇華を完成させ、友人のビューローの独創によって初演される。 これが成功し、作曲家としての足がかりを得た。1859年ビースバーデンで結婚。この年発表したバイオリンとピアノのための6つの商品の中のカバティーナが人気となる。この翌年、公共曲第1番、祖国にアドリキスが完成し、ウィーン・ラク・ユー協会の主催するコンクールで第1位を取る。ラフ41歳の時のことである。 作曲家としてはいささか遅咲きであったが、彼はこの後全部で11曲の公共曲をはじめ、室内楽、歌劇と膨大な作品を残した。1877年にフランクフルトのホッホ音楽院の院長に招かれる。そこで彼はクララ・シューマンを招聘するなど音楽院の水準を著しく向上させたが、そのために作曲の筆はいささか鈍ることとなった。 彼の注目すべき作品の多くは1857年からの20年の間に書かれたのである。著名な弟子には、エドワード・マクダウェルなどがいる。1882年に、同地で死去した。代表作としては、公共曲第5番、レノーレがまず挙げられる。リストやボルフなど、ロマン派の作曲家たちにたびたび取り上げられた詩人。 ゴットフリート・アウグスト・ビュルガーのバラードを公共曲にしたものである。また1873年に書いたシンフォニエッタは、感覚アンサンブルのための小公共曲として書かれ、グノーやリヒャルト・シュトラウスなどに影響を与え、この分野の開拓者としても名を残した。公共曲の第8番から第11番の四部作は春、夏、秋、冬という表題が付けられている。 長い間、その全体像を知ることが難しい忘れられた作曲家であったが、近年、再評価の機運も高まり、マルコ・ポーロ、チューダー、CEPO、シャンドスなどから公共曲全集が CD 化され、室内楽作品の CD 化も進んでいる。ありがとうございます。